髪切りてえ、もう切ろ、もう髪がやばい。あー、ミスった。ラベルレスのやつ買おうと思ってたのに、普通にラベルのやつ買っちゃった。びっくりしょー。パプリカ花が咲いた。今日はね、タコライスをちょっと作りたいと思います。タコ作ります。今日も今日も器用なチョコ ZZZ パーフェクトセル。これね、昨日作ったサイゼリヤのミラノフードリアの残りのミートソースなんですけど、まあ、これを応用します。タバスコないんだよ。中濃ソース入れて、あ、いいね、ちょっと少々うまい。言うて僕タコライス作るの初めてです。タコライス食べるのも初めてなんで、どういうもんなのかっていうのが、はオートミール、米から入ります。2分半チン。主食とかはオートミールとかでヘルシーにしてるんですけど、間食みたいなのが増えちゃいましたね。ちょっとまあストレス溜まるからしょうがないかと思って、もう仕事のそんな詰め込みすぎてやってられないよ俺。これミニトマトのアイコさん、アイコさん使います。今日これね、ほぐさないとね固まっちゃうんで、だけどこれほぐして固まる、ほぐしてあげるとそのね単体で固まってくれる。盛り付けていきますわ、盛り付けていきますわ。まあ 60g だとこのぐらいの分量なんですけどね、これにさらにおからとかね、もしくは入り卵、スクランブルエッグを混ぜたりとかしたらもっと量が増えますので、ぜひみんなやってみてくださいね。はい、そしたらばこのタコライスの素を、でちょっとアイコを飾りますね。100ワットで50秒ぐらい。ちょっとチンします。コライス、やば、うまそう。いただきます。待ち待ってこ。
しゃれでしょ。うまそう。しかも下オートミールだから罪悪感なしで食べれます。いただきます。あーうまい。こら感じでね、めっちゃ疲れた。もう食べる。いただきます。あーちょっと温玉失敗したな。いただきます。うわータコライス美味しそう。これがタコライスか。うん、これはタコライスだわ。うまっ。うん、これタコライスだわ。サラダね。サラダっていうか、ただのレタスですが。これウーバーイーツで商売したらめっちゃ儲かりそうな気する。60g でこれだからね。意外ともっちりいいんですよね。300円ぐらいで3、4日持つんじゃないですかね、普通に。うん、太らないお弁当屋さんみたいなさ、やったら絶対いいと思うけどね。お疲れ様でした。お腹いっぱい。チーズとかケチャップとか、まあ、そういうの使ったりとか、調味料とかもね、ソースとかその辺使ったりとかしてるんで、いくらねご飯が求めるとはいえ、多分ちょっとは太ると思う。これは普通のやつよりはカロリー絶対低いと思うけど、太らなくはないっていう感じですよね。ぶっちゃけね、まあ、普通のやつよりは全然いいですけどね。うん、普通のやつよりは、さあちょっとゆっくりしようかな。まだ11時か。明日の仕事だけど遅番だから、そういういいところですよね、遅番。11時までに行けばいいから、まだあと12時間もある、余裕。編集の一つでもしろよってね。しますします。静か。休憩してから。髪切ろ。やばいでしょこの髪。おかっぱじゃん。うん、ただなる。まあ、ボジボジですね。もう今ね、1時半、8時間10分ぐらい寝れますね。うん、ちょうどいい感じですね。それではね、今日はねこんな感じで、パソコンでも見て、はい、まあ寝落ちしようかなと。